木戸松子、木戸松子、木戸松子、天保14年10月1日、1843年11月22日、明治19年、1886年4月10日は、幕末から明治時代初期にかけての女性。京都三本木、現、京都市上京区三本木通りの芸妓、幾松として知られる、幕末の維新三欠、桂小五郎、後の木戸高吉の恋人。 明治維新後、制裁となり、木戸松子となる。幼少時の名はと、増、もしくは数、号は、水行員。木戸松子の生い立ち、幼少期、芸儀時代に関しては、諸説ある。父は、若狭小浜藩士、木崎、生崎、一衛、木崎一衛、母は、三方郡巫子村の医師、細川駅庵、王の中、細川駅庵の娘、伐師、住。 兄弟姉妹に関する記述は、など諸説があるが、木戸公爵家資料によると、男四人、清雄、義吉次郎、蔡三郎、正次郎女三人、縁、松子、真となっている。父、木崎一兵衛は、若狭オバマ藩主、坂井忠義に仕える。元来弓氏の浅沼中左衛門の次男であったが、木崎家の養子となった。長武行の優筆であったが、 藩内の事件から罪を引き平門を申し付けられる。その後、妻子を残し、京都へ出奔。母、バッシュは子供を連れ実家の細川家に戻ったため、三子浦で幼少期契約5年間を過ごす。その後、開永4年、1851年あるいは、同5年、1852年、若さオバマから上落する。これにも、という諸説がある。 その後の父の消息にも、との説があるが、木戸日記、木戸高吉会計文書には、一米とはっきり名前が記述されているので、父一米は死亡しておらず、家族と暮らした説が有力とされる。木戸日記によると明治七年、1874年6月から、京都土手帳別邸に留守居役として父、母、弟、その姉、弟の姉となっているので、 松子の妹心のこと等が暮らしている。一条家初代部の次男、南波常次郎、常次郎の幼女となる。南波の妻はもともと三本木の芸儀であり、初代、幾松を名乗っていた。安政三年、1856年、14歳で三本木、吉田屋から舞子に出た。美しく留発で芸事にも秀出た京は二代目。 幾松を襲名することとなり、芝叩く間に有名な芸儀へと成長していった。幾松は笛と踊りを得意としたと伝えられる。幾松の在籍した沖屋は、滝中といい、維新後に滝中は、木戸所有となっている。土手チ留守居ス役の木崎家は、月々木戸より送金される六両と三本木からの、家賃収入でやりくりをしている。彼女の養父であった。 南馬常次郎は三本木別邸、滝中に住み、主に木山地別邸のやりくりを任されており、その他京都での木戸の周りの様々な雑用を引き受けている。幕末当時、滝中には幾松の妹芸儀、玉松と見習いの重くがいたが、それぞれに、維新後、河瀬修司、助、畑信之と結婚し、仲動したのも、高吉のようで、以後、 木戸家とは親しく付き合っていた。桂小五郎と出会った、当時の幾松は、山科の豪華が大層ひいにしていた。桂がこれに張り合い、互いに自分だけのものにしようと随分お金を使ったが、最後は、伊藤博文が刀で脅し幾松は、桂のものに言ったと、正儀区木戸孔逸話の中で、小玉愛二郎は語っている。以後、 カツラが命の危険にさらされていた最も困難な時代に彼を庇護し必死に支え続けた。源氏元年1864年6月池田屋事件が起こる。続いて起こる禁門の変異降、長州藩が朝敵とされ、カツラは幕府に追われる身となる。二条大橋周辺に小記の姿となって隠れ潜んでいたカツラに、 幾松はよく握り飯を持って行ったという逸話は、その頃のことであると考えられる。ただし、実際に潜んでいたのは5日ばかりと伝えられる。また、新選組局長、近藤勇に連行され、桂の居場所を聞かれたこともあったと伝えられている。桂は、その現時元年、1864年8月から、慶応元年、1865年4月にかけての間、 商人、広時けの援助を受けながら、伊豆市に潜伏する。名前を、広江康介と変え、ある時は荒物屋主人、ある時は寺男となり、点々と名称を変えながら潜伏し続けた。この潜伏中、幾松がある、合津人に侵されかけたことがあり、その際三味線を追って投げつけ、津島藩邸に助けを求めたという伊藤博文の直輪が残っている。桂が逃れた後、 幾松は、長府藩氏、奥前五十六郎と、京市東山の割烹店の主、明保の久し祭の三名で、津島藩、浜屋敷にかくまわれていたが、次第に幕府の探索が厳しくなってきたため、津島藩氏忠田創造が、大阪より馬漢へと逃した。伊豆市ではなく、馬漢へと向かわせたのは、幾松の身の危険を案じてのことと思われる。その後、 伊豆市潜伏中の桂を迎えに行ったのも幾松である。慶応元年2月初め広と神助が馬鹿にやってきて、桂が伊豆市に潜伏しているのを知った幾松は、村田増六から桂宛の手紙と五十両を預かり、2月7日神助を案内人に伊豆市へと向かう。が、途中、大阪で、神助が、博打で五十両を使い果たし姿を消してしまい、 幾松は一人伊豆市まで迎えに行くこととなったようだ。3月3日伊豆市に着き、桂と再会するが、この時の旅が、よほど辛かったようで、後神ンケが伊豆市に戻った時、木戸港がいくら取りなしても夫人は横を向いていたと、神ンケの妹住は、正儀区木戸港逸話の中で語っている。この時、桂は、幾章等を伴って、木の先温泉にも行っている。この伊豆から、 桂は幾松、ジンスケ、その弟の自家像を伴い、馬鹿に帰国する。途中神戸、コンピラさんなどに立ち寄る。桂の友人の手紙では今日どこに構えるかという内容の手紙もあり、三田尻などの名も上がっていたが、慶応元年の末か、慶応2年初め頃から、糸前で桂と暮らし始めたようだ。明治元年。 1868年の頃から、友人たちと婚姻の方法について、相談をしているやりとりが、木戸文書の中から読み取れる。二人が正式に婚姻した時期についても諸説あるが、奥平和馬、杉孫七郎等から木戸宛の手紙によると、明治元年、1868年8月、ひとまず糸前から京都に呼び寄せられるにあたって、 松子は初めて木戸の実家のある萩を訪れ、妹、春子や親戚に挨拶を済ませ、養子の章二郎と共に京都に上京している。このことから、この時に初めて正式に妻として萩の身内に紹介されたと考えられる。生松は、長州藩士、岡部富太郎の幼女となり、木戸と婚姻、正式に木戸松子と名乗る。 二分差を超えた初めての正式な婚姻であったと言われる。明治2年、1869年6月からは東京で暮らしている。東京での生活は、木戸日記、木戸文書、木戸関係文書によると、木戸は友人たちとの宴席に、松子を伴うことも多かったようだ。また木戸の後輩たちの留守宅へ、見舞いの品を届けたりもよくしていた。木戸は、 明治2年と同9年、1876年に箱根に療養に行っているが、松子も一緒であり、明治9年に箱根へ行った時は、夫婦で皇后、吉子にも越見している。木戸が明治7年、1875年の台湾出兵問題で下アして、山口に帰った時も一緒に帰っている。この頃の日記手紙によると、木戸は外国の友人に松子のダイヤモンド、 金剛石の指輪を注文している。明治九年には、夫婦で、陽光の話が出ており、木戸は二人で行くことを照れながらも、松子の様相の心配までしていたが、実現する前に、木戸が病により亡くなることとなった。木戸は、明治十年、1877年5月に、京都出張中病に倒れ、毎日書いていた日記も5月6日で終わっている。 日記によると、5月4日に極めて親しかった、伊勢花、奥平和馬、吉富か一、華麗の藤井八十守、る、松子の5人に手紙を書いている。現存しているのは、松子と吉富宛の2通のようだ。5月6日、木戸岐徳の法を聞き、松子は、東京を出発、馬車を、乗り継ぎ10日には、京都へ到着。京都土手町の別邸、現在、 京都市職員会館鴨川がは原住所、京都市中京区土手町恵比寿川登末丸町284番地で、日夜熱心な看病を続けた。5月26日、木戸は原因不明の脳病の発作を呼び、異病のため病死。松子は地発し、緑香織院と合志京都木屋町へ転居。二人の思い出深い京都にて、木戸の墓を守った。 提発及び木屋町転居については、当時の新聞各紙や伊藤から、井上宛の手紙等々によると、松子は、木戸の仕事直ちに提発し、京都で葬儀及び四十九日法要を済ませ、七月十九日用紙の翔次郎や高政等と共に、東京へ戻ったが、長州の後輩たちの取り決めで、松子は、陽子の中太郎と共に、京都木屋町に転居することが決まり、 生えてきた低発は再び反らずに切り紙にしていあげることのないよう約束し、12月26日千便で京都へ立った。また、後輩たちの取り決めでは、南波常次郎も木山地別邸に同居し、三本木別邸は高政に譲るようになっていたようだが、南波は三本木別邸に住み続けたようだ。中太郎の回想では、松子は中太郎と一人か二人の下女と共に、 木屋町別邸で余生を過ごした。中太郎は明治4年、1871年4月14日、生まれ、松子の妹親と土佐藩に住む松本純三、明治4年、1871年死亡の子で、木戸日記によると、明治8年、1875年5、6月頃から、東京の木戸家に住み始めたようで、この頃、松子の両親が、 東京の木戸家に来ているので一緒に連れてきたとも、推察される、明治9年、1876年に、木戸家の養子として、正式に手続きされていい。加じ隆一著、人物万華鏡の中に、中太郎が青年時代に書いた、養父母、高吉と松子の思い出が載っているが、その文面等から察するに、晩年の松子にとって、中太郎の養育と成長が生きがいだったようだ。 明治11年1878年1月16日付読売新聞には、緑香織院は先月28日最強木山地駅されて日々、昇根上の木戸港の破壊を怠らず参拝と、明治16年1885年2月6日付郵便、放置新聞には、木戸未亡人水行員に他20名に工獣を作って、市中を仏業して回る記事が紹介されている。 明治19年、1886年4月10日午前4時、状況31組、上堀基町、現住所、京都市中京区木山地通り、小池付近18番地の寄留所にて、異病により病死。去年44。4月13日、木山地宅より出館される。出館ルートは、木山地宅南三条東縄手、南祇園町東八軒。 南禅寺道を東へ、下河原より、高宇津寺、霊山へ至る。葬儀母守は、公爵、木戸高政、夫、高吉の老いで養子。宗派は、本派本願寺派。改装者は、長州出身の紳士、京都裁判所の管理等の専用人。現在は、落東霊山墓地の夫、木戸高吉の墓の北隣に眠る。法名は、緑香お院。 尺貞秀大師、君明少子京都人なり人となり手順に宿祝文休慶応の採与造成に、木戸高義欧将地その人となり会詐欺予償、結託不のお流意難中終わりため廃後下、乱官定律平等三四数記者君定列、雪のりため雪保育いた縁を呼び公家隠れ、地発法意味な小水院にやもめ虚否や町ぶっ定、法師公病十年、 1> 初1日明治19年2月2病4月10日、修復期教年44サコアイナリ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。